はいどうも、原口と申します。おはようございます。本日はですね、5月の29、金曜日ということで、この後ね、9時半から、トラビス・スコットのね、270のね、エアマックスが出るということで、スタンバっております。いやーもうね、ここ最近ね、もう連敗続きで、まともに変えてないんじゃないですかね、今月は。まあ、トラビスのね、靴のその、やっぱ色がね、やっぱりなんといってもなんか、どれもね、こう、なんすかね、ダークグリーンというか、こう、抹茶色というか、で、くすんだ茶色とかね、なんかあの色使いがたまんないんですよね。今回のね、275、ちょっとね、茶色というか、黄色というか、はい。あの感じがね、やっぱすごい色使いがすごい絶妙だなというか、でアパレルもね、ちょっと個性豊かなあのポケットがね、こうついたりとかしてるんで、ちょっとはね、あれも変えたらいいなと思ってね、狙っていきます。そして、今回も原価付きアイテムご紹介いたします。今回も皆さんから事前に、ご提案をいただきまして、誠にありがとうございました。歴代の原価付きアイテムをね、従えながら、また新たなアイテムを紹介します。それは、こちらです。ドバショーンと。これわかりますかね？これ、まあ一応、スコップなんですよね。土を掘るスコップ。なぜ、このスコップかと言いますとですね。まあ今回ね、こちら出るスニーカーが、まあトラビス・スコットのね、モデルということで、トラビス・スコット。トラビス・スコット。トラ、デス、スコット、トラデス、スコット、トラデス、スコップ、トラデス、スコップ。こちらね、スコップで、運を掘り当てるということでね、結構ね、たくさん、こう、普通のスコップもね、いただいたんですけども、今回の採用は、トラデス、スコップです。トラデス、スコップの方を採用させていただきました。ありがとうございます。それでは、いざ、勝負！ということでね、今回も私のパートナー、今野に電話したいと思います。おい、今野、あとは頼んだぞーい。何それ、すいません、どうも今野と申します。よろしくお願いします。今日ですね、今日何日 ?29。5月29日ということでね、とうとうやってきました。トラビス・スコットの、また新しい靴が出ますよ。おいや。ちょっとね、まあ、スニーカーズで、まあ、やっていこうじゃねえかって、一応9時半からですね、開始ということで、間もなく9時半になるんですけども。もう、惜しく、惜しく。ね。惜しく。一応、始まった。あ、行くよ。あ、始まった。でも、抽選だよね。まあ、10分間抽選だけど、俺はちょっと暴れるが行くわ。なんか始まったらしいんですけど、まあ、10分間余裕あるところで、ちょっとゆっくり待ち構えましょう。うん。原口はもう。え？な？何食ってんの？キュウリ。岩塩とごま油で和えたキュウリ。うまい。もうそれ、顔認証できなかった今。顔認証できなかった。開くか。パスワード？パスワードっていつも入れないもんね。パスワード入れないね。このタイプってパスワード入れるんだっけ？入れる。なんで、ログアウト、あれ。ま、なんかログアウトとかした？いや、してないよ。パスワードいつも入れなくない？わかんない、ちょっと。あれ？忘れちゃった、あれなんだっけ？え？なんだっけ？まあ、これか。はい。ボリボリ食ってんなぁ。やんねえのかい？やってるよ。あ、ちょっと、おー、いけたいけたいけた。おいっしょ、いけたいけた。はぁ、あ。よーし。まずは、ドドラも欲しいんだよね。あか。普通の、トラビスのやつはさ、友達の分で、俺のじゃなくて28センチで応募したんだけど、今。あほ。T シャツ。そう、ベビーのは欲しいんだよな。あー、まあ、ベビーたまにも買うんだよ。うん。スウェットパンツ X を置くみたいな。よし。で、ここで。ああ。ちょっと、キッズも応募しとくわ、17。ああ。よし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 。
かんねえんだよ、あれ、もうよ。原口、アパレル欲しい？アパレル欲しい。XL でいいの？ああ。じゃあちょっと全部一つ旅行する。本当に借りしましたよ、私は。あ、俺も終わる。うん、あと7分だね。7分未満か。OK。エントリー終わった。おーし。あとマスか。まあ、あとだから、結構時間あるね。ああ。おー、なにそれ。なになになに、さっきからずっと全然気づかなかった。なにそれ。お前またトライラストで調べたろ、お前。トライラストの一番目だ、これ。めちゃくちゃ可愛いな。ああ、後ろもん。おお、後ろもんじゃん。後ろもんのかい。ま、前見して、後ろ見して。もう一回前見して。うん。後ろ見して。あんま頭の大きさ合ってねえな。違う色っす。これでね、今日のスニーカーを掘り当てるぞっていうね。ああ、なるほど。今日はアイテムそれ1個。ああ、じゃあね、ちょっともうここで、このタイミングも紹介しようか。ある、別で。今回ほら、ヒゲのおじさんがアパレル着てさ、靴履いてるじゃない。はい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 、はい。あのヒゲもじあの人誰だか分かる？分かんないでしょ。いや、分かんないけど。あの人ね、実はプロレスラーなんだね。ほうほう。WWE の。で、あの人がね、多重人格っていうキャラやってて。あ、設定が？設定が。多重人格ってキャラやってて、なんかヒッピーみたいなキャラとか、なんか残虐なキャラとか、で、ここに革のバンドして、マンカインドっていうね、キャラやってる人だったんで、あの選手はね、ミックさんって言うんだけど、あのミックさんが、その必殺技があってね、そのマンカインドの時のね、それが、あともう時間そんなないよ。じゃーんと。あ？靴下？シュプリームって書いて、ミスター K って書いてるの。うん、これがね、そのマンカインドの必殺技の、マンディブルクローっていうね、靴下の匂い嗅がせるみたいな。そうそうそう、靴下をガーガーって言って。あ、そう、見たことあるわ。そう、見たことあるわ。それの名前がね、ミスターソッコっていう名前がついてる。ミックさんが試合前に自分で書くの。靴下の顔。靴下の顔書くんだけど、俺の今回の原画付きアイテムは、これね。ミスターソッコ。ミスターソッコならぬ、ミスターコムね。あ、これ俺なの？あ、俺なのこれ。どうだい？藤木くんかと思った。もう一個見てくれ、これちょっと。もう30秒くらいしかないよ。あ、ほんと？じゃあ30秒で終わる。だ別に終わんなくてもどうせすぐ結果出ないから。固まってるな、原口が。原口の画面が固まってる。あ、戻った戻った。こっちが失敗タイプね。あー。まあ、本当は、その失敗の方がデザイン好きだけど。でも、そっち歯ねえじゃん、歯。こっち？俺歯並び綺麗だからさ。こっち歯ね、一応歯ね、これ。歯なくないそれ。ああ、いや、だから、2本しかねえじゃん。2本しかないでしょ。いや、俺、まあ、めちゃくちゃあるだろ、俺。いや、2本しか書けなかったね。あ、終わってる、終わってる。0-0-0-0になってるもん。あ、なった。あ、ほんとだ。まず、すぐ結果出ないでしょ。いや、だいたい10分くらい待つんだよな、いつも。そんな待つっけ？結構2分くらい待つ。いや、結構待つ待つ。コンコンっすかね。パペットマペットみたいなことやってんじゃん。叩くな叩くなお前。ミスターを今度で叩きようなよお前。ああ外れた外れた。服外れ。服？出てこないの。うわー次もうズボン来た、ズボンズボン外れ。嘘、そんな連発来る？あダメだ。ああ T シャツ来た。うわーほら見て外れ。ああ最悪だ。楽戦します。いや、こんなパンパン来る急に。まだ本命が来たね。これ、もしかしたらいけるかもしれない。お、お、お、お願いします。ミスターコンノ。ミスターコンノ。やめろ。ミスターコンノ。俺、今、外れてんだろ、もう俺。全部外れた。あー、ダメだね。外れてるわ。ダメ。うん。全外れ。もう20分も待ったのに。どんだけ回してんだよ、お前。これもういいわ。気持ち悪いな、お前。え？なんそのプリンセスみたいな腕。結構な手作業入ってるね。結構手作業入れたよ。なあ、すごいわ。ムカつくな、俺の顔が。ちょっとね、今回も買えなかったということで。いや。残念ですけども。まあ、まあ一応ね、友人の頼みでっていう感じの支援でね、ちょっと僕のサイズではなく友達のサイズでやらさせてもらいましたけど、欲しかったトドラサイズ買えなかったっていうのでね、まあちょっと残念かなというところではあるんですが、
原口もね、変なおじさんの出来上がって終わりだな。手はめ込んで変なスコップ持って変な靴持って家庭菜園してる人だよなあ、オリジナルスコップ作ってな。本当は今日のね、あのキルショットおじちょっと気になってるんだけど、買いなよ。え、買いなよ。いやキルショットおじ、うん、ちょっといいと思うんだよね。でも絶対いいと思うんだよ。いやこっち見せて、こっち見せておっ買ったよ今。買った。イエーイ。買っちゃいました。うん。最後にありがとうな。持ってみしてくれて。よし、今度締めてみよう。はい、ということでね、今日買いませんでしたけども、結局キルショット欲しいね、買させていただきました。はい。原口もね、何も引っかかんなかったということで、ただの変態おじが出来上がって終わりましたけどね。なんかね、ちょっとオンラインの動画正直もうマジでもう飽き飽きしてるんで、外ロケね、しっかり6月から、撮っていこうかなと思いますので、何卒よろしくお願いいたします。ということで、いつものあのなんかやんの。それでは皆さん、はい、バイバイチーでーす。ありがとう、こんばんは、ミスター K。これ落ちすんなよ。牛のタッチと全く同じだからさ。同じやり方っていうか、虎イラストで調べたんだろうなっていう。あ、また原口死んでる。原口が固まってるな。原口固まってるよ。トラ見せて固まってる。ああ。